はい、どうもコミです。さて本日は TH コンプリータさんから動画見てまいります。今日はですね、自分が日本一決定戦でもの決勝で結構使っていた中華式ってやつですね、まあ、いわゆるペッカとスパビズを使った攻め方になるんですけども、こいつに関して話をしていきたいというふうに思います。で、ですね、何を隠そう、この、中華式ペッカスパビズですね、こいつを、僕が、習得するのに参考にした一番のポイントは TH コンプリータさんです。で、このクランの、中華式って過去にも何度も動画上げてるんですけども、それをこう解説していく中で自分の中に攻めの形だったりポイントっていうのがこう染み込んできていて、で、まあ、それプラス、サドラさんの配信も結構、ライブでね、わかりやすく説明してくれてたり、動画もあったりしたんで見たかな。で、それをイメージ作りながら何回か攻めてみて、で、ものにしていたっていう感じですね。まあ、当然、日本一決定戦はサドラさん対策で、だいぶ自分が中華式を攻めたっていうのもあったんで、まあ、その、過程で、煮詰まっていったっていうのもありますけどね。で、このね、中華式の威力がね、やっぱりすごいなっていうのが、もうまざまざね、わかる、やっぱりアタックが今回出てきていて、まあ、それを紹介していこうなっていうふうに思ってるんですけども、おでんいなくても取れちゃうんですよね、この中華式って。で、まあ、そもそもね、中華式何っていう人もいると思うんで、一旦はね、ベーシックな、形をお話ししていこうと思います。厳密に言うと、これ中華系のクランでめっちゃ多用されていた戦術で、突撃艦にイエティとかを入れていって、でそれを食い火とこうね組み混ぜながら、序盤展開でスピードをねこう出していきつつ、中盤からペッカとイエティやペッカとスパビズをアチャ食い、まあ、食い火に合流させていくみたいなね、そんなパターンがこの戦術の、言われだったんですけども、そこから今はですねだいぶ、このおでひで始めるペッカスパビズっていうのが主流、まあ、主流っていうほどでもないかもしれないけども、よく見られるようになってきます。食い火型は最近少ないですね。で、今、このね、グルタナさんがやっているみたいに、三次二次方面をこうね、おでひで潰しておいて、これを僕だったら、このアチャ島とか台風で行っちゃうかもしんねえな。まあでも、時間をね、気にするなら、この辺で止めておいてもいいかもしれませんね。この中からこれ壊せるんで、こういうふうに。で、サイドカットを回しておいて、で、ウッドランチャーでガーッと、タウンホールまでの、道を作りながら、ペッカとスパビズをここから流し込んでいきます。こんな風にね。で、バーバリアンキングは外周歩っていますけども、ここね、ネクロマンサーで外周歩かせるっていう手もあるかな。まあ、ネクロだけだと心もとないっていう場合には、キング流したりもしますけどね。で、中央部分には、ヒーラーがペッカにスイッチする。で、その後ろからアーチャークイーン、スーパービーザードが歩いていくという形ですね。で、この戦術の一番の強みっていうのは、なんといってもペッカ。中に、ヒーラーがついた形、まあ、ペカヒーってやつですね。これがね、とにかく強いんですね。で、このペカヒーに関しては別にこの中華式が流行る前から、だいぶ、このコンビ強いぞっていうのがもう知れ渡っていたんですけども、今、タウンホール、14になってもですね、このペカヒーが成立しちゃうと、ここにさらにこう、0時がつくわけですよね。で、この0時プラスペカヒーでも全然ペカやられないんですよ、ほら。ほんでね、マジで強すぎ、アホラって言いながらやられてんな。あれ、どこで消えた？ペカヒ。なんか、ちょっと今の会話、腰折られた感じがする。まあでもね、これから見てもらうアタックでは結構ペッカが生き残ってます。ほんとやられないんですよ。で、まあやられちゃったとしても、その後ろにクイーンがいるんで、今度クイヒーの形にね、スイッチして、まだまだヒーラーが仕事をすると。で、序盤からもう最後の全開取る最後の最後までずっとヒーラーが生き続けて、ペッカーで次は、クイーンという風にね、回復し続けてくれるのがこの、中華式の強みですね。で、これがあるので、やっぱ最後ね、クイヒーの状態になって残った防衛とかがあってもこう押し切れちゃうっていうことが起こるわけですね。いやー、これはね、やっぱり、対策ね、むずいんですよ。まあ、最後ね、どういう風になったらこの中華式がボロボロに崩れるのかっていうのも見てもらおうと思っているので、そう、僕もさっき言ったスタドラさんを対策しようと思った時に、これもね、村のね、壁の形を変えて対策するだったり、ヒーラーをね、もう潰しちゃうしかないなっていうのもね、トキさんとすごい話をしていて。で、まあ、結局、前者の壁の形で対策するっていう形ですね。で、もう中華式をもうやりたくなくなるような形にしようっていうことで、まあ、
その当日はやったんですけども、もうね、スタドラさんレベルのね、中華式使いになってくると、もう本当にね、もう、なんていうの、よほどもう特化した対策しない限り、時間の管理もされてあるし、時間切れね、もうないし、確実にペカヒを作って、前回まで多少ね、ずれたとしても、修正しながら押し切ってくるんで、もう、ほんと苦労しますよ、この戦術止めるのは。で、ですね、そのね、ほんと苦労しますよっていうのがこれですね。これね、K さん、グランドボーデンのおでひで入っていって、タウンホールまで多分見ようと思ったんでしょうけど、これおでん飛んでんすよね、ほら。やべえ、対空砲のダメージ食らってるってなって、で、これでヒーラーつけるの当然やめてます。これね、ヒーラーつけちゃったら、対空砲にヒーラー打たれて、さっき言ったペカヒーね、この中華式を使う上での、もう要となるペカヒーが成立しなくなるんで、もうグランドウォーデンの幸運も入っちゃったけど、もう仕方なしにヒーラー温存しますね。で、ここから、まずグランドウォーデンにはもうサイドカットだけをさせていってます。こんな形ね。このエリクサーの、ポンプを削って、このでも判断うまかったな。アチャ島を削らせて、アーチャークイーンの進路をちゃんと作っていきながら、ここで、クイーンを出していって、で、ヒーラーをつけて、クイヒーにグランドオーデンをつける形にするんですね。ただまあ、残念ながらオーデンここで落ちちゃうんですけども、まあ、ユニコーンはそこからね、今度、クイーンについてくれたんでよかったですね、こんな形で。で、これ。しっかりね、クイヒーからのペカヒーに、ここからスイッチしていって、前回まで持っていくという形になるんですね。これ、ペカヒーに移行します。はい。で、マーチャークイーンは残念ながらね、もうこれだいぶプラン崩れてるんで、ここでタウンホールを壊すのに使い捨てざるを得ないような状況になってるんですが、まだね、クイーンをギリギリ延命させて、シングルまで追っていきますね。このシングル折りはナイスでしたね。これ折れないと結構きついんですよ。ペッカが殴れない位置にあるんで。で、アチャクイーンはもうここで、お役御免なんですけども、ペカヒーよ。ペカヒー。マジ止まんないんですよ、これ。ガンガンね、回復コーラしていくでしょ。まだグリーンゲージなんですね。こんだけペッカ前線に出て、ダメージ食らってるんですけど、ヒーラーが、霊神乗っかってる状態でいくと、逆に体力回復するんですよね。で、そこにロイヤルチャンピオンが合流してきて、ペッカがターゲット取っている後ろからヒーラーが回復する、ロイヤルチャンピオンが周り潰す。で、それをさらにスーパーウィザードが範囲ダメージを加えながら、サポートして加速させていくみたいな形を作っていかれちゃうと、で、おまけにペッカって壁殴っても強いじゃないですか。壁をね、豆腐みたいに、ね、切り裂いていくんで、ほら、ダダダンって、これ、ダダダンって、3体かな、いると、もう大体3発目ぐらいで、このマックスの壁が開いちゃうんですよね。さっきまでほら、半分まで減ってた体力がもう全開になってるじゃないですか。これはないわっていう感じ。こうなってきちゃうと、もう全部ターゲットをペッカに取られちゃって、で、後ろからもうロイちゃんがもうやりたい放題ですよね。はい。こんな形で最後、投石機を壊していきながら、ギリギリですけどね、ホーミングシールドが残っているので、このまま前回まで持っていくという格好になります。いやー、綺麗。グランドオーデンがいなくても、そのタウンホール14のレベルマックス村をね、やっぱペカヒーで取っていけちゃうっていうのが、もう、やっぱ、企画外れっていうのかな、型外れ、桁外れの、その突破力だなっていう、まあその証明ですよね。はい。なので、まあこんな形でですね、しっかりと、ヒーラーをペッカにスイッチさせるというところを意識しながら使っていく戦術ではあるんですけども、まあ今回はね、これだけで終わるんではなくって、もう一個変化型ですね。発生型を見てもらいたいということと、あと、この中華式がですね、失敗に終わっちゃうケース、まあ、さっきも言いましたけども、まあ、それがどんな場合なのかっていうところも見てほしいというふうに思っております。で、ここから先はナーチンさんのアタックだったかな。確か2本見てもらいたいんですが、まずは、この変化系ですね。こんな格好でタウンホールが、ちょっと微妙な位置にある場合、まあ、僕だったら多分タウンホールにお出火しちゃう気がするけど、ナーチンさんの場合、ここのね、通路にしっかりユニットを入れていきたいという思いが多分あったんだろうな、と思うので、ここですね。オディヒで削るのは、この、まあ、7時、8時側にしておいて、タウンホールはね、突撃艦で潰すんですよね。これが結構うまいなって思います。これもね、まあいいや。日本一決定戦で使う場面があったんですけども、僕の頭にはあったものの引き出しから出てこなくて、ね、使いそびれちゃったっていう
うん、そうそうそう、場面がね、今喋ってて思い出しました。まあいいっすよね、別にね、終わった話ですから。で、こんな形で、9時からね、突撃艦を当てていって、ここでトームを当てていきながら突撃艦をタウンホールに届けます。これもう少しね、突撃艦へのトームを増したかったんですけども、だいぶダメージがね、あの援軍も出てきちゃって集中したんで、撃たざるを得なかったって感じですね。でスニークゴブリンが出てきて、呪文一切使わずにタウンホールを落としていきます。中心部のこの、通路角にはほらペカヒーがまた入ってるでしょ。でレイジーかかっているもんだから全然止まんないんですよこれ。で上側はもう火力がそんな高くないんですね。マルチインフェルノとかぐらいなので、ロイヤルチャンピオンを短期で流していて、ここをね潰していきます。でここさえ12側さえ潰しちゃえば、もう3次側に向けての区画っていうのはペカとヒーラーがタゲット取ってるんで、そんな問題なく突破できちゃいますね。こんな形で、はい、突破していって、あとは、ペカヒープラスアーチャークイーンでガンガン、解消していくと。さらにロイヤルチャンピオンもね、体力がミリ残りですけども、まあミリっていうかまあセンチ残り、ミリ残りですけども、さっき言ったようにペッカがね、やっぱ前線にこう張ってくれてるんですよね。まあヒーラーがスイッチしてしまって今ついてませんけども、こいつが張ってくれてこのグランドボディのタゲも取ってるんで、その間にロイヤルチャンピオンがこうね、やりたい放題できちゃいます。もうペッカがね、やっぱ終盤体力残して生き残ってるともうどうしようもないですね。で残った防衛は、3個かな、まあ、台風砲と大砲を当てとうという形で、ね、この時点でもう、ペッカ上に行っていますね。キングとアーチャークイーンが能力残した2人いるっていうのがもう絶望的なぐらいの余力ですよね。ここからあとは回収していくという格好になります。まあ、なので何せペカヒーですね。ペカヒーが成立した瞬間にこの戦術のも止める手立てはまあほぼほぼなくなるので、それをですね、止めなきゃいけない、守る側は。で、一方で攻める側はきっちりそれを成立させることを意識しながら、ユニットを動かしていくっていうことが求められますね。で、あとは時間切れの対策は、ネクロマンサーを外周流すなり、オデヒーで時間を使わない、使いすぎないようにするとかですね。まあ、その辺を気をつけていけばいいんじゃないかなというふうに思っております。で、ラストですね。対策する場合、または、自分が攻める場合、こういうところに気をつけてくださいねっていうパターンがこれですね。これ、ナーチンさんが攻めてるもう一本のアタック見てほしいなというふうに思うんですけども、これね、なかなかきついんですよね。こうなっちゃうと。対空砲がこう横に2本並んでますよね。で、これグランドホテルのオデヒーで対空砲こっちまで折っときゃよかったんですけども、これ折らずに行くんですね。で折らずに行くと何が起こるかっていうと、ヒーラーが全部焼かれます。まあ、この位置から入っていくわけなんで、こっからこう行くわけなんですね。そうすると、まあ、主力がね、ヒーラーどういう動きをするかっていうと、ヒーラーってこういう風に動くんですよ。こういう風に。こう動くから対空砲の範囲内にもろに入りますよね。で、この対空砲が、ヒーラーを全部焼いてしまう。で、その回結果、さっき言ったペカヒーが成立しなくなるんですね。ペッカにヒーラーつかなくなっちゃうんで。で、全開のがっていう形になっています。そこをね、これは見てほしいんですけども、はい、ヒーラーがレイジの輪の中に入って、ここまではいいですね。しっかりと、ヒーラーが、ヒールを今現在回復していって、さらにこれがペッカにこうスイッチしていきます。はい。で、ここまではいいんですけども、ですね、このね、対空砲がね、嫌な仕事をするんですね。突撃艦をタウンホールに当てていって、またこれスニーゴブでタウンホールを破壊していくんですが、対空砲、はい、これ。ヒーラーをガンガン撃ってますよね。ヒーラー撃たれまくってます。撃たれまくって、撃たれまくって、でもペッカがアプローチしてくんないもんで、アチャクもアプローチしないから、今これ、アイゴレかなのフリーズ効果で多分止まったんじゃないかと思うんだけども、ヒーラーがこれ全滅しますね。でもうそもそも1体ぐらいになっちゃった段階で、もうペッカへの回復量がだいぶ落ちるので、ほら、やっぱり、ね、ヒーラーがつかないと、あっという間にペッカの体力ってぐわーって減るんですね。あっという間に減っていって、ペッカが落ちます。そうすると、むき出しになったアーチャークイーンが、もうこれは生き残る術なしという感じですね。ジャンプ2枚かけて奥までつながるルート作りのイメージができているんですけども、ここでアーチャークイーンが落とされてしまうというところですね。クロークが残ってるんで、まあ、もうちょっと伸びますかね。はい、という形になります。2-3% ぐらいまで伸びるか、いやきりか、回収ユニットはあるんだけどな、イーグル砲が残ってると結構回収もしにくいんですよね。 72% もう少し破壊伸ばす 3% どうだ、 4% 75% ぐらいにいくのかな、これ。はい、というところでフィニッシュという格好になりますね。はい、でした。
こんな形ですね。ヒーラーをやっぱり焼かれちゃうとこの戦術どうもなんないので、守る側からすればヒーラーを倒す、で攻める側からすればヒーラーを守る、まあ、っていうことができると、大抵ですね、相手のその壁の配置、っていうのがちゃんとペッカとスパビズを、歩かせていけるルートになっているっていうか、まあ、それを作っていけるそのアイデアが浮かんだ瞬間に、まあ、大体全滅はさせられないあの編成になるので、星2からの延長全開っていうのは安定感がすごい高い、パターンに持ち込むことができるなというふうに思います。ぜひね、このヒーラーだけちゃんと守るように気をつけながら使ってみていただけたらというふうに思います。はい、というところでですね、本日は、ペッカスパビズ、通称中華式に関してお話をさせていただきました。最後まとめると、ペッカとヒーラーの組み合わせ、これをいかに作っていくか、でそれを維持するかがすごく重要な戦術で、これができさえすれば、時間切れ以外の要素で、前回逃すケースっていうのが結構ないです。で一方で、ヒーラーをロストしてしまうっていう場合、これは一番痛くて、ペッカがあっという間に起こってしまうんでダメで、まあ、回廊陣とかは違うかな、まあ、その壁のくくり的に区画的に、ペッカとスパビズだったりヒーラーを、狙った通りにこう動かすのが難しいような、配置っていうのはペッカスパビズがみんなバラバラにしちゃってヒーラーがバラバラにしちゃうみたいな、それぞれペッカが、四方八方に分散しちゃって一体ずつね散っていっちゃうみたいな形が起こってしまうケース、まあ、そういう場合には今言ったそのヒーラーがやられてなくても回復量が一点集中しないんで、体力の回復よりもダメージが上回っちゃってペッカがみんなやられちゃうという場合もありえますので、まあ、使える区画になっているかどうか配置がですねところを見てもらいながら、それがなっているんであったら、ヒーラーを守るような、ちゃんと運用をしていくことができるかどうか、この2点気をつけながら使ってみてもらえたらというふうに思います。はい、ということでですね、本日は動画を終わりにしたいというふうに思います。ちょっと長くなってしまいましたかね、最後の方イメージ掴んでもらえたら嬉しいなというふうに思います。で僕のチャンネルこんな形でクラン大切の解説系の動画中心にやっております。タンホール12から14幅広く扱っておりますので、これもいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてまたこれからもご視聴いただけたら嬉しいです。では本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。